民学連携、地域力でスマホの習得慣習化を目指し、高齢者の QOL の向上です。おめでとうございます。対象は町田市、 DX と法改正化、保護者と教員の手間削減です。おめでとうございます。DX を進めていく、やる気につながったなと思いますので、これからも頑張っていきたいと思います。業務改善部門立川市、その電子化若手チームがサポートします。対象は板橋区、考えろ未来を創造するビジョンです。これからやらなければいけないことをやりたいことたくさんあります。これからも DX の機運どんどん盛り上げていきたいと思いますので、一緒に頑張っていけたらと思います。